お魚さん取るか、定位置で。でも餌なしで普通に取れるんですよね。どうしよっかな。こっちも寄りますか。これですかね。警察署付近に行きました。あ、あっちかな。あっちっぽいかな。さあ布取って、じゃああっちですね、行きましょう。あらあら、違ったかも。パーツ屋さんか。ただな、マップ的には多分この辺だと思うんですよね。急にふっかけてきたじゃん。ああ、ここっぽいっすね。でも調味料って確かに山椒とか大葉とかお庭で育てるイメージはあるけど、お塩なんかはどうなってるんだっけ。よくわかんないけど植物から取る感じだろ。何にも情報増えてない。とりあえず私も植物に関する本などは持ってきたのだが、意外とスムーズにことが進む予感がする。っていうと早速何かあった？うむ、どうやらかなり珍しい植物を発見してしまったようだ。何？どこどこ？あれだ、あのビルに伝っているもの。あれは飛発もどきだ。飛発もどき？日本だと沖縄ぐらいでしかお目にかかれない南国の故障だ。あ、もしかしてそれってピパーツのこと？沖縄の特産品で見たことがある気がするわ。うん、そうらしいな。乾燥させたら故障になる。んじゃあまさにうちらが探してるもんじゃん。おお、スパイスハッピー。ピパーツなら持っていきましょう。きっと料理には重宝するわ。どんな味がするのか楽しみ。でもさ、あれどうやって取るんだ。ああ、本当だ。あんな高いところ手が届かないよ。何か高いところのものを取る道具が必要だな。高枝切りバサミとか。高枝切りバサミか。ただね、ピンポイントでそれがあるってよりかは作りそうですよね、どっちかっていうと。まさにそういうの欲しいね。全然届かないもんな。エリナぴょんこぴょんこして可愛い。うん、でも高枝切りバサミなんて見たことないわよね。今までに見かけてれば便利そうだから回収してるんじゃないかと思うけど。これもいつものだよ。なかったら作っちゃえばいい。長いものの先にハサミをくっつけるとか。安易だけど高枝切りバサミもそんなもんだしね。じゃあなんか探してみよう。ハサミはホテルのキッチンね。普段も使ってるけど予備が一つあったと思うわ。オッケー、じゃあハサミはそれ借りよう。じゃあホテルか。ということで高枝切りバサミのレシピですね。
よし、ということでホテルに戻りますか。普通にまだ外出ると思うからな。時間はちょっと余らせておきますか。ハサミよね。ちょっと待っててね。出してくるわ。さあ、ということで戻ってきました。やっぱ高枝切りバサミだけにハサミは必須ですからな。先っぽにつけるんだからあんまり大きくない方がいいのか。しかし小さすぎても切れないだろうからな。お待たせ。こんなのだけどどうかしら。キッチンバサミだよね。そこそこ大きいしあんまり重くないしちょうどいいかも。うむ。じゃあこれを持って行って使いましょう。取り扱いには十分注意してね。はーい。さあ、ハサミゲットですね。で、材料は足らない感じですね。まあ、そりゃそうか。よし、じゃあもう一回お外に出ましょう。の、ここみたいですね。ねえねえ、この折りたたみ傘は？持ち手のところが伸びるから高枝切りバサミみたいになるんじゃない？おお、ナイスアイデア。ちょっと強度が心配だけど、まあ大丈夫っしょ。折りたたみ傘ってさ、武器になるよね。こうシャキーンって伸ばして遊ぶ。なるなる、やったやった。やった。私はやったことないわ。あれ、ゆゆちゃんは？さ、目的のものが早く行こう。やったことあるやつかな。もしもし、かずみさん、これってどうかしら。そうね、エリナさん、何か隠してらっしゃいそうよね。ひそ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 、うん、みんな意外とやるんだ。さあ、ということで折りたたみ傘ですね。まあ、武器にもなるし、応援の道具としても使える素晴らしい道具ですね。素晴らしいアイテム。ここみたいですね。あ、マジックアート。おー、これも使えそう。ったー、うわー、懐かしいな。これでよく遊んだな。ちょい貸して貸して。懐かしい。イサナさん、ちょっとつまんでいい？ちょっとダメよ、スカートの裾なんて。こら。えへー、別にめくらないよ。当たり前じゃないの。それにしても小松さん、あの手のアイテムが妙に分からなくはない。それはわかる。羨ましい。羨ましいとか何？羨ましいのはちょっとよくわかんないけども、マジックハンドっすね。よし、ということで、多分ね、アイテム揃ったんで、この辺はちょっと回収していこうか。この辺といってもここしかなさそうですが、もう早速ね、マジックハンドまた手に入れちゃったよね、みたいな、そんな感じなんだけど。まあ、そんな日もあるということで、ホテル行きましょう。さてと、では高枝切りバサミを作りましょう。うん、これで取れるかな。揮発もどき。ワイヤーでくっつけただけだけど大丈夫かしら。ハサミが落ちてきたりしない？
振り回したりしなければ大丈夫だろう。カズミ、今の振りじゃないからね。あは、心配無用。そのくらいわかってる。頼もしいのかしら。とにかくこれがあれば高いところにあるものでも簡単に取れるはず。これこのままの流れで行っちゃっていいのかな。ちょっとこっちをチラ見して、チラ見して特に何もなさそうなので、この余ってる時間を使って行ってしまいますか。ただな、イベント発生する感じだと思うから、ある程度の時間は使っちゃって大丈夫かな。もうダイエット器具出てきちゃったよねみたいな。ゲーム機、マルチ充電器、めっちゃエリーナちゃん喜びそうなやつ。もともと旅行だったって言ったけど、とりあえずなんかサバイバルしてるっていうなんか認識ではいるっぽいけどね。全然サバイバル感ないけどね、ここまで。この先もこのままなんとかなるさでなんとかなっちゃうんじゃねえかぐらいあるけど。よーし、ということで着きました。これで調味料は手に入ったけど、問題は甘いものだよね。甘いものってどうやったら手に入るんだろう。サトウキビとかテンサイ生えてればな。生えていても砂糖にするのはかなり難しいと思うぞ。サトウキビよりは果物の木の方がいい。ヤツモドキみたいにその辺の植物からお砂糖を作れたらいいのにな。お、この本のヒハツモドキのページのそばに書いてあったが、砂糖ではないがツタから甘味料を作ることは不可能ではないらしい。すげえじゃん。え、本当？ユユちゃん、今なんと言った？とても大事なことを言ったのではないか。大事なことを。落ち着いてくれ。結論から先に言うと難しい。他のものを探す方がはるかに現実的だ。早くも夢破れるけど、ツタから甘味料を作るってどうやったらできるんだ。ツタってかじっても甘くないよな。かじったことあるの？小さい時に言っちゃった。あ、でも私もタンポポの茎から出る汁とか舐めてみたことある。すっごく苦い。わかるわかる。案外やってるものなのね。タンポポは置いておいて、ツタの樹液を煮詰めると甘くなるらしい。甘ずらという名前だそうだ。古く平安時代などに高貴なものとして用いられたとか。まあしかし、先ほど言った通り作るのはおそらく無理だ。ツタは集められても重機を集めるのが大変らしい。ツタに大量の空気を送り込んで数滴出てくるか来ないかといったところらしいから。じゃあいざという時の非常用スイーツとしてなら。それも難しいのではないかな。ツタの樹液が甘くなるのは寒い時期とある。真冬に作らなければ苦労して集めても甘みは出ないだろう。少なくともヒハツモドキが生えているような場所では。つら。エリナ、しっかり。スタート引っ掛けてんのかな、もしかして。スタで蜜を作るのは無理か。平安時代のお菓子食べてみたかったんだけどな。まあどうしても打ち手がなくなったら試しにやってみてもいいかもしれないな。そうだね、何事も挑戦が大事だもん。じゃあもうちょっと探してみるか。そう、諦めたらそこで終わりだ。
頑張ればきっとなんとかなる。えいえい。おお。エリナのやる気が本当に高い。本当みんななんとかなるって言ってて笑うんだけど。やばいんだけど。ということで飛発もどきですね。そして香辛料。ありがてえ。もう疲れたな。一旦ホテルに戻ってちょっと休憩した。ん？許可？どうしたの？見間違いかな。あの木の枝が動いたような気がするんだけど。6人目なのか。どれどれ。あれ、蜂の巣じゃん。やばいやつ。普通にやばいやつ。蜂？蜂ってあの蜂？でも取ることできたら、むしろメリットになるのでは。うん、多分ミツバチだな。日本ミツバチかな。意外な詳しさだな、小松さん。まあアウトドア知識のうちだよ。蜂の種類はある程度教わった。ミツバチだからそんな心配いらないって。多分大群ってほどじゃないし。カズミ何言ってるの。どう見たって大群だよ。強化、蜂が苦手なの？いえ、私も得意かって言われるとだいぶ不得意だけど。蜂は怖いからやだ。蜂蜜は大好きだけど。蜂蜜？はちみつ！はちみつ！よこせ！うわ！エリナちゃんよだれよだれ！はちの巣を見てよだれが出るものなのね。だってはちみつだよ。さっきまでツタをかじろうとかそんな話してたんだよ。そりゃよだれも垂れますわ。そう、甘い甘い蜂蜜。しかも何を隠そう、私は甘いものの中でも蜂蜜に特に目がないのです。かし蜂蜜大好きエリナとは私のことにございます。うわー、蜂蜜よこせ。蜂蜜を採取する方法を考えようか。このままではカシさんが単身生身で突撃しかねない。そうね。ねえカズミ、あの巣から蜂蜜って取れるの？まあ取れるけど。取れるの？テンション上がってきたけど、あの程度の巣じゃそんな大量には無理じゃないかな。でも取れるんでしょ。ねえねえ、取れるんでしょ。うえ、圧がすごい。圧が。まあ基本的に日本ミツバチはおとなしいし、変に刺激しなきゃ急に襲ってきたりはしないと思うけど。でもあんな巣から蜂蜜取るとなると巣ぶっ壊さなきゃいけないかもだし、そうなったらさすがに怒るだろうしな。それに巣を壊したらまたその辺に新しい巣を作ったりするんじゃないかな。それこそホテルの入り口の真上とかに作られたら嫌じゃない？やだ、ホテルに出入りできなくなる。蜂を手なずけるとか、カズミンが？うちどんなキャラじゃい。プロの人だって別に蜂に懐かれてるわけじゃないだろうし、無理なんじゃ。って、そっか、飼えばいいのか。もう極論がすごいんだけど。飼うって、そんな。いや、マジマジ。おとなしいからって、結構ペットみたいな感覚で飼育する人もいるんだってさ。
世話が必要ってわけでもないし、いけんじゃないかな。うちらは巣を提供して、ハチらは蜂蜜を提供するみたいな。へえ。まあいけるとしてもね、この面々から聞くとは思わなかったっていうのがすごい強いんだけど。養蜂ということか。簡単にできるものなのだろうか。蜂が巣箱に住んでさえくれればって感じだから、巣箱をどうにかすればオッケー多分。ならやってみる価値はあるな。やってのけそうだもんな。賛成賛成賛成です。ミツバチも可愛いし、私的にはオールオッケー。賛成しない理由がございましょうか。カズミもエリナもすごいわね。蜂が怖くないのね。まあ蜂ってよくいるしさ。スズメバチとかだとさすがに警戒するけど、ミツバチくらいならって感じ。つっても変なことしたり、時期や群れによっちゃ刺してくるから全然怖くないってほどじゃないけど。私は普通に虫が平気。そこがカシさんの意外なところというか、なんというか。私はハチ本当に怖いから、無理だから。ブーンって来られるとえーってなっちゃう。キャーじゃなくてギャーか。ガチなやつだな。そんなにハチが怖いのかい。じゃあ無理はさせられないと言うと思ったら大間違いだ。ハチミツのためには京香ちゃんにも働いてもらう。お主もハチミツスイーツが食べたいであろう。食べたいです。とにかくここから離れた場所に巣箱を作って、そっちに移ってもらうということだが、しかしそれはどうやって。ハチが全員巣の中でおとなしく寝てくれれば楽勝だろうけど。自然にお引っ越しさせたりできないの？はーい、新しいお家はこちらですよー的にさ。そこまではうちもわかんないって。ハチ使いじゃないんだから。いやでも専門家なんて言うんだっけ、養蜂家。うむ、養蜂家だ。そうそう、それそれ。だって自然にいるミツバチを巣箱で面倒見るんだもんな。なんかあるはず。なんか巣箱に自然の巣を引っ掛けてるのも見たことがあるような、ないような。ダメだ、ようわからん。もし養蜂家みたいに巣箱でミツバチを飼えたら、今後は蜂蜜に困らないってことよね。蜂は怖いけど、蜂蜜が手に入るならすごく嬉しいわ。お砂糖代わりになるし、体にもいいし。そうだそうだ。チャレンジするのはうちも賛成だけど、失敗したら全部いなくなるぞ。つっても逃げて移った先の巣を探せばいいだけか。駆除するわけじゃないんだしな。ええ、よし、それじゃあ一丁試してみますか。さっきはつい取り乱してよだれなど垂らしてしまいましたが、成功率を上げるためにみんな冷静になって頑張ろう。おー、カシさんの目つきが真面目な本気モードになったようだ。では少し付き合ってくれないだろうか、カシさん。お？何にかね。例のショップで蜂について調べてこようと思うので付き合ってほしいのだ。お？頼むのエリナちゃんにだけか。うちらは抜け者？うりうり。そういうわけではない。神道さんが随分蜂が苦手なようだし、カシさんも蜂蜜を待ちわびているし、早く済ませてしまうにはこの際
分担して作業を進めるのがいいかと思って。ゆゆこ優しい。いいねいいね。いや、それじゃあ私たちはその間何をしておけばいいかしら。細かいとこはわかんないけど、巣箱作りの下準備かな。そうだな。それと防護するものがあるといい。さすがに顔などを丸出しで作業すると危ないだろうから。そうね、何か工夫して作ってみましょう。それなら私も手伝える。ハチには会わなくていいし。さて、養蜂についてか。この場所には本当に世話になるな。万能すぎるでしょ。そんでいつもなんだかんだで必要情報見つかるしね。こういう大手同人委託ショップはやはり派手なタイプのコミック同人誌が大半を占めると思っていたが、このラインナップはどういうことなのだろうな。それな、不思議だよね。しかもクオリティ的には非常に高いものが多い。ねえゆゆちゃん、考えてもわかんないこと考えてるとまた眠くなっちゃうからさ、ハチミツスイーツのレシピじゃないや、ハチのことを調べようぜ。そうだったな。それにしてもゆゆちゃんはほんとすごいよね。難しいことを何でも知ってるし。知らないことを調べている最中に言われてもそうだろうかという感じなのだが。あーそっか、タイミング悪し。いやーでも知らなくてもさ、いろいろ次々思いつくし、こうやったらいいとかああやったらいいとか、そういうのをどんどん出してくれるじゃん。それは、しかし私の知識は所詮本の知識だ。そしてそれを人より少し覚えているくらいのものだと思う。それは神道さんの明るさや小児さんの料理のうまさに細やかさ、小松さんの身体能力や前向きさ、そういったものと違って代わりの効くものだ。えらく不満そうだな。そりゃ不満だよ、そんなこと言うんだもん。別に落ち込んだりふてくされたり劣等感に苛まれているというわけではないのだ。ただ客観的な事実として述べているだけで、私は私なりにある程度みんなの役に立てているだろうとは思っている。やはり不満そうだな。不満だよ、もっと自己評価上げていけ。努力する。そんでそんなこと言うならさ、私はどうなる的な感じもするじゃんか。特殊技能スキル割り振られてない感あるし。おお、私には魚を釣るくらいしかできない。ネトゲの釣りポイントでぼーっと放置してたまにクリックする的なあれ。そんなことはない。カシさんはカシさんで、そうだな、神道さんや小松さんと方向性こそ違うが、欠かせないムードメーカーだと私は思う。どうも、混ぜっ返しに定評のあるカシエリナです。ほら、そういうところだ。優先順位低そうなスキルだな。それでも私はカシさんのそういうところを好ましく心地よく思う。お、なになに、照れるじゃん。いや、ああ、まあ、聞き流してくれていい。私も、ゆゆちゃんと話すの楽しいよ。言葉のセンスとか好きな感じ？
そうか。ありがとう。そう言われると、恥ずかしいが、嬉しいものだな。どうしたん？いや、こっちの隅の方に、なんとカラーページの多い昆虫の本があったのだが。お、いいじゃんいいじゃん。蜂のこと載ってそう？それは、まだちょっと。カシさん、すまないが、代わりに見てくれないだろうか。うん？いいけど？ほう、状態いいじゃん。結構見れる見れる。このトンボのドアップ写真、すごいね。ゆゆちゃん、顔色悪くない？いや、そんな、ことは。あるし、超あるし。ゆゆちゃんって、実はすごい虫苦手な人系？ああ、そうなんだ。やっぱり。いや、苦手と言い切ってしまうと語弊があるのだ。ほう、その心は？実際に虫と遭遇してパニックになるというような虫嫌いではない。例えば先ほどの神道さんのようなな。積極的に触りたいとは思わないが、必要があれば多少は触れることもできる。ただこう、この本のように写真などでまじまじと細部を見たり想像したりするとなると、ゾワゾワっと来ちゃう感じ？そう、まさにそれだ。でもその割にさっきから本をガン見はしてるよね。そこが難しいところでな。私は虫が苦手である一方、決してその姿を醜いだの、おぞましいだのと思うわけではないのだ。むしろある種の美しさすら感じる。いや、実際に美しいはずなのだ。エミール・ガレなどが芸術品として表しているように、昆虫の造形に惹かれる気持ちと生理的嫌悪感、その両方が私の中に同時に存在している。だからと。すまない、こんなわけのわからない話を長々と。んにゃ、そんなことないよ。素敵でよろしい。うんうん。素敵か。おおらかだな、カシさんは。言ったじゃん。私、ゆゆちゃんのセンス好きだしさ。そういう話、いくらでも聞きたいよ。そうか。しかし、まあ、今は、養蜂についてを。そうだった、そうだった。私には甘い蜂蜜の日々を送るための使命が。スイート、ハニー。カシさん、これを見てくれ。この本、まさに養蜂の手引きではないだろうか。だいぶ近づいてきましたね。お？おー、ほんとだ。ケモッコが網かぶって養蜂しとる。なんで今まで見つかんなかったんだろう。違う本の間に挟まっていた。うむ、巣箱の作り方や文法の方法など、まさにいろいろと書いてあるじゃないか。あ、蜂の子の写真。不意打ちだった。カシさんは実際全く平気そうなのがすごいよ。だから調べ物に誘ったのもあるのだが。そうだね、全然平気かな。蜂の子とか余裕でつまめると思うし、タガメとかも素手でガッツリいける。いや、なんというか、本当にすごい。尊敬する。それは普通にすごいわ。
さすがに毒持ってそうな虫は触らないけどね。まあそれは確実にやめておいた方がいいな。さて情報も手に入ったし、みんなの元へ戻ろうか。オッケーオッケー、楽しかったねゆゆちゃん。ああ楽しかった。材料の下準備はこんなもんかな。ねえかずみ、こんなのでどうかしら。もうこのままの流れで取っちゃいますかね。ん？おー、八王防護服すごすぎでしょ。麦わら帽子と洗濯ネットで作ってみたの。予備の服とくっつけて蜂が入る隙間をなくしたわ。全部は無理だけど、少なくとも首から上はガードできそうじゃない。